ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ名古屋より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介させていただく車が BMW M850iXドライブクーペ2021年式15,200キロ、こちらの車両になります。今回は、BMW8 シリーズの良さを伝えたいというそういう回でお届けしたいと思います。了解です。8良くないですか？いや絶対いいですよ。まず8シリーズのいいと思うところ、かっこいい。かっこいいよね。かっこいいんです、はい、最近ややザワザワするじゃないですか、最近もX5M でしたっけ、それもザワザワしてましたけれども、この8に関しては、ザワザワしないと思うんですよ。そうですね、誰がどう見てもかっこいい、そして誰がどう見てももう BMW だよねって分かる、このデザイン、でしかもこのパッケージングってあんまりこうライバルがいないと思うんですよ。そう、年々というか減ってきてますよね。ラグジュアリークーペというか、スポーツ要素もありつつのクーペってあんまりないじゃないですか、唯一 S クーペがあったかなっていう感じですけど、S クーペもついに、消滅しまして継ぎ方がなくなってしまったということで、この8シリーズも分かんないですけども、基本的に、ライバルといえばそれぐらいかなと。そうです。でもちろんコンジジってとかもありますけど、ちょっとこう車格が違うというか、もう一段階価格的にも上になるじゃないですか、これってもうこれしかないんで。そうですね、確かに。で S クーペと比べてもこのスポーツテイストがこう強い車ってそうですね、あんまりないんで。あんまりない。グラントゥーリズモとか、でもちょっとまた違うかなっていうね、雰囲気が。なんでもうこのキャラクターの車ってこれしかないなと。そうですね。だともう一ついいのと思うのは装備がめちゃくちゃいいんですよ。それはね思いますね、で今回装備っていうのはみんな見たんですけど、もう850この上にもちろん M8 っていうのもありますけども、850でもうほぼ全部ついてる、オプションもあんまりないんですよね。ないっす。オプションって本当にオプションカラーとか、あとカーボンパーツとかオーディオだったりだとか、あとナイトビジョンとか、そのぐらいなもんで、もうほぼオプションがない、全部ついてるということで。だって M8 は言っても特殊車両じゃないですか、ある意味。そうですね。そうだから8シリーズで850となれば当然トップオブ8なんで、当然の装備がついてくるですね、はい、でまずエクステリアから見ていきたいんですけども、今回のお車はこの 3D デザインのリップがついてるということで、はい、そうです、この辺なんかも前回りが結構シュッとしててかっこよくなっております、そうですね。わずかにここちょっと擦ってるかなっていう、分かるか分からないかぐらい、ただ大きなダメージはありませんので。そうですね、この辺も非常におすすめポイントかなと。綺麗ですよ。そしてあとはこの辺の車格になると、この辺も全部塗ってあるじゃないですか、塗ってあると言うべきか、最初からグロスのブラック、そうですね、高級感抜群です。抜群です、おなじみのこのシャッターのグリルなんかもついてますし、あとヘッドライトなんかもオプションがないんですよね、最初からアダプティブ、なおかつレーザーライトの、レーザーライト、今回の車、ね、これフィルムが貼ってあるんですか？若干こうライトスモークのフィルムが貼ってあるので、見た目が完全なクリアではなく、レンズ自体がちょっとねスモーク入ってるかなみたいに見えます。比べたら分かるかなぐらいの、ですね、絶妙なスモーク具合でこんな感じのヘッドライトになっております、で今回はサクサクっといっちゃっていいでしょうか？どうぞ。今回はもうエアロでお気づきでしょう、少しいじりものということで、タイヤホイールも車外のになっております。かっこいいですね。こちら BC フォージドのモデルが HCA192S ということで、これ結構アメタンみたいな削り込みの激しい、いいですよね、デザインですね、うん、でこちら2ピースで、リムはこれポリッシュですかね？はい、そうですね。でディスクはこのスモークがかかったディスクということで、こちらボンドグループでカスタマイズさせていただいた車ということで、デズラもバッチリです。バッチリです。そしてあとは純正から1インチ大きくなってるんですよね、純正が20インチってところなんですけど、今回の車は1インチサイズアップして、タイヤもサイズアップしてて、245から255になってるということで、こんな感じの足元になっております。そして車高も結構下がってますね、そうですね。今回カーベイの HAS、純正車高をそのまま車高超過するキット で、電子制御のサスペンションも標準装備ですもんね。そうです。でその辺なんかも全部使えるままで、なおかつ850になると電子制御のスタビも入ってるんですよね。ああそうでしたっけ。そうなんですよ、なんでその辺の走りなんかももちろんそのまま使えるような仕組みになってると。あともう一ついいなと思ったのは、純正20インチなんですけど、ランフラットなんですよね。そうなんですよ。そうなんですよ ね、今のその現代のランフラットって昔みたいなこう、マイナスな要素って、ある程度和らいできた、ねとは言われてますけど、やっぱりこうどうしてもこうサイドウォールの硬さだったりだとか、ランフラット独特な乗り心地ってやっぱりあるじゃないですか、あります。重たいですし。そうなんですよ。だ多分なんですけど、これ1インチアップしても下手したら乗り心地良くなってるかなぐらいじゃないかなって勝手に。いやもう私もそう思います、今回ローダウンしてあるんで、その辺で相殺されてるかもしれないですけど、本当にそのインチアップローダウンっていうデメリットはもともとランフラットなんで、さほどないんじゃないかなって、この辺は試乗で確認してみたいと思います。そしてローダーの方も大きいんですよね。フロント395倍ということで、そしてあとは各部もしっかり黒くなってて、このシャドーラインのエクステリアも標準装備ですよね。確かはい、そうですね。 M850 ということで、サイドギルだったりだとか窓枠だったりも全部黒と、はい、で今回の車はミラーカバーもこのカーボンのものになってると、はい、まとまりいいですね、なんとなくフロントサイドミラーって感じですね。
はい、でルーフも当然のカーボンですよ。そうです。良くないですか。いやこれいいですよ。でルーフもこのへこんだルーフ最高です。はい。そしてサイドスカートも 3D デザインのサイドスカートが入ってて、はい、あとはこの分かりますスタイリング。いやー分かりますよ。このプレスラインと、うん、なんかもう BMW だなって感じするじゃないですか。しますね。直線的な。はい。そしてリアのホイールはググッと大きくなってて、うん、純正275から295に、はい、で同じように1インチアップしております、うん、そして根茎部も結構ついてますね。まあまあついてますね、はい、いい感じだと思います。ということでこんな感じのホイールになっております、はい、そしてリアのローターも大きいんですよね。これ大きいですね。でなんとフロントより微妙に大きいということで398パイ、うん、だこの辺がやっぱりこう隠しきれないこう走りの要素というか隠しきれませんね、はいはい、この辺がしっかり入ってる。リアの車高もいい感じですね。いい感じだと思います、はい、そしてあとはリアに回っていくと、うん、トランクスポイラーも 3D デザインのものがついてて、はい、リアのディフューザーもこんな感じで、うん、でこれマフラーのエンドはセリウムグレーなんですかね。はい、そうですね。そしてテールランプはここだけなんかスモークが張ってあって、はい、ヘッドライトと同じでライトスモークですかね。そうですよね、まあね、はい、この赤い部分に関してはそのまんま、まあ、純正でちょっと黒っぽいですね、はい、若干そうですね、はい、こんな感じのテールになっております。続いて内装を見てみたいと思います、うん、で装備がいいその2、はい、なんとソフトクローズも、うん、標準装備ということで、いいね、めちゃくちゃ装備ですよね、はい、そしてご覧ください、うん、内装に関してはこのレザーメリノが標準装備ということで、うん、素晴らしい。これしかもなんか今回かっこよくないですか、うん、かっこいいです。このブラウンとグレーなんですかね、濃いめのグレーの、はい、落ち着いた感じで、これが標準装備のレザーメリノの内装になっております、はい、そしてあとメーターに関しては 12.3 インチのライブコックピット、デジタルのタイプですね。これはこの後確認してみたいと思います。であとはやってまいりましたクリスタルノブ、はい、クラフテッドクリスタルノブでしたっけ。はい、そうです。サワサワしたくなるこれいいですよね。これも全部標準装備ということ で、はい、でナビに関しても 10.25 インチのナビゲーションと、あとこれ、うん、ジェスチャーコントロールなんかも全部標準装備ですもんね。はい、そうです。この辺なんかも全部ついております、うん、続いて乗ってみたいと思います、うん、このサイドスカートは M850i のこれ光るタイプですよね。はい、そうです。こちらが入っててカーボンコアでございます。はい、だから外装カーボンとアルミを多用してて、うん、S クーペよりなんと100キロぐらい軽いということで、わー素晴らしい。ボディも BMW テクノロジーが入ってると、うん、で開口部もめちゃでかいんで、そうなんですよ、乗りやすいし乗り降りしやすいです。このラグジュアリーな空間、はい、やばくないですか。やばいですね。そしてシートめっちゃいいっす、はい、なんすかね、割としっかりしてるんですけど、うん、なんかすごいこう高級ソファーみたいな。そうですね。そして調整もかなり細かく、はい、8ウェイプラスランバーサポートサイドサポートの調整なんかもついてると、はい、はい、そしてステアリングはもうステアリングも最高です、はい、レザーの質感めっちゃいいんですけど、いいですね。そしてエアバッグもしっかり、うん、はい、このステッチの入ったレザーのエアバッグになっております、はい、でこの辺のマルチファンクションはおなじみっすね、うん、でパドルが今回 3D デザインさんのパドルが入っているということで、はい、そうです。このカーボンのタイプで、うん、ちょっと大きくなってると。これでもあれですね、ちょっと正直レビューすると操作感に関しては、うん、ここはやっぱりいいんですけど、うん、こっちは、うん、もともとちょっとそういうサイズじゃないんで、うん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 、大きくなってるからといってここで引けるかっていうとちょっと微妙かもしれないです、うんうんうん、ただこの引っかかりが結構大きくあるんで、うん、純正より割と広い範囲では使えるかなと。そうですね。こんな感じのステアリングになっております。そしてやってまいりました、うん、先ほど触れたライブコックピットはこんな感じで、はい、ここに関してはもう新しいものとして受け入れました、はい。なんでそのアナログ派ですけど、いや最近ちょうどアナログのを紹介したりデジタルのを紹介したり、はい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 、いや BMW もやっぱり普通のアナログでこっちから回るのがいいなとか言ってますけど、はいはい、まあ、この辺は人間アップデートします、はいはい、まあ、視認性はかなりいいんじゃないかと。そうですね。そしてヘッドアップディスプレイも全部標準装備ということで、うんうん、だないのがないですよね。そうですね、ないのはないんです、ね、これないんかっていうのはあんまりないですよね。あんまりないです、ね、本当に機能的なもので言ったらナイトビジョンぐらいだと。はそのパッケージも850標準装備なんで、うん、あのバックのアシストなんかもついてるんですよね。はい、そうですね。 U ターンできないのとこ入っちゃっても、うん、80m でしたっけ、うん、マックス、うん、はい、自動でバックしてくれる機能なんかもついてると、うん、そしてこの辺もこの辺全部共通ですもんね。はい、はい、おなじみのメディア関係も一通りテレビ、Bluetooth、うん、はい、全部ついております。はい、でアンビエントなんかも当然ついてると、うん、はい、この辺は省略しちゃっていいですか。そうですね、はい、こんな感じになっています。そしてエアコンに関してもこんな感じでデュアルゾーンですよね、はい、エアコン標準装備でシートヒーターベンチレーションももう当然のようについてると、はい、であといいなと思うのは結構ここに目が行きがちじゃないですか、うん、こういうところもちゃんと全部作り込んだんですよね。そうなん、さすがにあのベントレーかっていうとそこまでは、はい、
ないですけども、うん、ちゃんとこういう、でも以前の BMW から考えたらこういうことするようになったんだなっていうね。確かに、さっきも言ったように、はい、8のクーペなんで高級ラグジュアリークーペじゃないですか。やっぱりあって当然だし、なかったら残念ですよね。割とこうロールスが自社のそのブランドに入ったのって結構大きいのかなっていう、すごい洗練されたというか、確かにそうですね、はい、感じがします、うん、そしてこの辺もおなじみなんで飛ばしちゃっていいですかね、はい、ドリンクウールだと置くだけ充電はないんです。ついてます。あ、ついてるんですね、うん、だと USB のタイプ A がこんな感じでついてるのと、はい、うん、アームレストもこんな感じで、あ、レザーもいい感じです。はい、はい、うん、そしてこの中は、あ、うん、割とこんなに大きいんでしたっけ。意外と、いや、なんかね BM 的狭いイメージだったよね、はい、なんかね、うん、これが全然広いです。なんかいけないイメージがありましたけど、あ、そうですね、はい、はい、こんな感じで割と大きくって、こっちはタイプ C がついております。シートめちゃいいっす。めちゃいいね。なんかこれレザーの何革の張り硬い感じがするけど、クッションが柔らかいのかな。なんかいい感じですねこれは。あと前にも言ったかもしれないですけど、うん、このステッチの入り方ってめっちゃ重要らしいですよ。そうそうそう、大事ですね、はい、すごくいいシートです、うん、そしてペダルはこんな感じで、うん、真ん中がゴムでステンのカバーがついてる、うん、はい、フットレストはあれなんですね、プラスチックなんですね、はいはい、フットレストちょっと欲しかったですね、うん、こんな感じになっております、はい、そして天井関係は、うん、あ、天井関係の前にこのダッシュボードもいい感じです、うん、いい感じです、はいはい、そして天井はおなじみのアンスラサイトの天井になってて、うん、ピラーもこの天井も、はい、そしてバイザーも、バイザーもファブリックですよね、うん、そうです、はい、そしてこのちっちゃいタイプの、うん、はいはい、あ、ここはもう一声欲しかったかもしれないです。そうですか、はいはい、枠とか、あ、そうですね、はい、こんな感じの、はい、そしてこのルームランプも豪華です、うん、はい、一番最初は7でしたっけ。7でした ね、 そうですよね、確か、このラインの、はい、そうですね、大きいルームランプもついております、うん、そして今回の車はレーダー探知機とドライブレコーダーはないのか、はい、ドライレコーダー、はい、あります、あります、ね、はい、はい、ドライブレコーダーもついております。そう、前後でありますよ。続いてトランク見てみたいと思います、はい、トランクも当然のフル電動ということで、はい、あとここ好きなんですよね、わかります、ここ、わかりますよ、このへこみ、うん、はい、そしてトランクの方が420リッターということで、はい、割と奥行きがあるのと、うん、あとなおかつシートが55で倒せるということで長物もいけちゃうと、はい、うん、だゴルフバッグも全然そうですね、余裕で入るかなと、たっぷり余裕ありますね。でこれ下もあるんでしょうか。これ下は、下はないんですよ、ね、そう、これないんですよ。そうですよね、うん、まあ、一応整備で、まあ、外すことはできるんですけど、そうですね、下もはないということで、はい、こんな感じ で、うん、当然クローズも電動、はい、はい、こんな感じのトランクになっております、うん、続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方がおなじみ N63 エンジン、排気量の方が 4394cc、 馬力の方が530馬力、トルクが750Nということで、この上に本当にあるんですかっていうぐらいな馬力とトルクが出てますけれども、はい、で0100の方が 3.7 秒、でこれエンジンの方も結構いろいろやったって、うん、特殊加工のシリンダーライナーだったりだとか、はい、いろいろ搭載位置を最適化されたインタークーラーだから、ここについてるんですよね、インタークーラーが、はい、そうですね、こんな感じ で、うん、でこれもちゃんといろいろ考えがあって、熱を上の方に持ってきてるっていう設計らしいですよ、はい、で要はタービンここじゃないですか、はい、でメルセデスの63系のエンジンもタービンここの上についてるんですけど、そうですね、キャタライザーとかはこっちじゃないですか、はい、奥じゃないですか、うん、で BM の場合だとここにタービンついてて、ここにほぼこうキャタライザーで、はい、うん、ということで、もうバンク内にその熱源を全部集めると、うん、集めてその熱効率を良くしてる、なるほど、その辺の関係もあって、まあ、インタークーラーもこう上に持ってきたりとかっていう設計らしいです、うん、なるほどね、まあ、普通だと本当にスポーツカーに持ってくるエンジンレイアウトレイアウトね、っていうことになってるみたいです、うん、であと M8 と違うところとしては、うん、駅間になんかはちょっと違うんですよね、うん、M8 になるとクロスバンクになったり、はい、そうですね、こっち半分こっち半分でこう、そうです、またバンクずつ排気するようなのになったりだとか、はい、エンジン自体も全然違うということで、うんうんうん、より街乗りだったりだとか扱いやすさの方に振ってあるエンジンで、これに組み合わせるミッションの方が8速オートの、はい、当然の X ドライブということで、電子制御の LSD なんかも入ってるということで、この後乗ってみたいと思います、うん、続いてトーカ類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。
の装備の良さじゃないですか。ですね。いやもう改めてこの人設定のこの多さはい、もう当然一般設定でもう細かく全部、うん、はい、できますし、はいはい、走行モードもスポーツとインディビジュアル両方こうプリセットが入れとけるということで、はい、はい、まあ、インディビジュアルに関してはこの辺の細かいのですね。ああそうですね、はい、でスポーツの方はこれでインディビジュアルを入れとけると、うん、いやもうこれだから使い切れないっすよね本当にね。でアンビエントってあのメルセデスが結構幅を利かしてる感じしますけど、うんうん、はい、BM もちゃんとできるんですよと、さすがに64色はないですけれども、はいはい、細かくできますと、はいはい、ちょっと下のやつでも触れましたけど、うん、はい、シートヒーターベンチレーションも全部3段階で、うん、はい、できますと。いいですね、こんな感じで、はい、ステアリングヒーターはないんですよね。あ、ないですね。そうですよね、はい、うん、あとないのマッサージぐらいかなっていう、うん、うん、使い切れません、はい、ということで参ります。で、はい、ちょっといいですか、車の機能でいくと、はい、もう850ほぼ全部ついてるということ で、うん、で走行性能に関してもアダプティブ M サスペンションプロ、はい、でこれでアダプティブの、うん、アクティブのスタビもついてると、はい、で電子制御の LSD もついてますし、うん、まあ、これ M スポーツディファレンシャル、これ標準装備ですね、はいはい、うん、この辺なんかもついてて 4WS もついてると、これがインテグレーテッドアダプティブステアという、はい、はい、もうだから最近の車すごすぎません？すごすぎる、もう至れり尽くせりじゃないですか、もう、はい、この車格、うん、でこんな豪華で便利で、はい、何でもついていますよ、もうダメ人間になりそうです僕はということで、はい、まずはコンフォートからいきましょうか、うん、はい、じゃあ参ります、はい、はい、あ、ちょっとその前にいいですか、どうぞ。これ新しいやつでも、うん、これってこれついてるんですね、ちょっと待ってください、うん、ブチッて、うん、はい、ついてるんですね、はい、ただそれだけで、あ、これいるって毎回思うんですけど、いります、いらないですか、いやいやいや、それだったらもうちょっとパーキングのボタン押しやすい位置にお願いしたいよし、行きましょう、はい、うわ豪華、うん、っていうか乗ってすぐ気づいたんですけど、はい、うん、8ってこんな遮音性高いんでしたっけ、はい、え、そうですか、はい、あ、そうですかっていうのはどっちの意味も含めてるんですけど、え、こんなもんですかってことですか、そう、こんなもんじゃないですかっていうのと、はい、え、その驚くところ、そう、驚くところですかって、え、なんか久しぶりに乗ったらめちゃくちゃ静かなんですか、あ、本当ですか、でも明らかに6とは違うと思います、あ、そうですね、そうですね、はい、うん、本当に分かりやすいぐらいなんか車格というか、うん、セグメントが上っていう感じですよね、いかに感じのこのラグジュアリーな空間と、はい、はい、乗り味に関しては、うん、これあれですかね、タイヤ良くなってるからですかね、うん、ああ、それはありますよね、ランフラットじゃないからね、圧倒的になんかこの路面のこの本当に細かい部分に関しては、うん、純正のランフラットよりかも、うん、はい、ただやっぱりそのタイヤの厚みのない分と、はい、ローダウンしてる分は感じます、うん、ただタイヤが明らかに良くなってるのはこれもうすぐ乗って分かりますね、うんうん、だ今パンク修理キットももう定番というか、はい、はい、じゃないですか、そうですね、でこれ今別に改造する予定がない人でも、はい、タイヤを普通のラジアルに変えてパンク修理キットっていうのも、うんうん、かなりいいんじゃないかなと思うんですね、全然ありだよね、うん、まあ、車のキャラクター若干変わるかもしれないですけど、うん、特に日本の速度レンジだと低いし、うん、でもなんかこう市街地走行してる時にその段差とかでちょっとバタつくのがどうしてもランフラットって僕は抵抗があるというか、なんかサイドウォール硬く作ってる分、そうなんですよ、この特性に関してはどんだけ進化して軽くなってても変わらないですからね、うんうん、そうだよね、昔のに比べたらだいぶいいですけどね、いや相当いいね、はい、それではじゃあ、はい、スポーツプラスいいですか、いいですよ、はい、じゃあスポーツ、うわぁ、こんなに変わるんでしたっけ、うん、わ、すげえバブリングしてますよでは参ります、行きましょう、はーい、えなんすかこの圧倒的な安定感さっきまでラグジュアリーな空間ですねって言ってたのに、はいでっかいもうスポーツクーペに豹変しました、豹変ですね、
安定感もすごいですしね。で車が軽やか、うん、いやこれだいぶシャキシャキ走れますね、スポーツクラスだと、はいはい、あと心なしか、うん、M8 よりかも、うん、あの V8 感感じるんですか。あ、それはありますね。バラバラ言ってますよね、はい、うわめっちゃ V8 感じる、うん、あの悪い意味ではないですけど、だから8の V8 に比べて M8 の方はそれだけこう繊細なセッティングされてるというか。そうですね、はい、当然吹き上がりよく滑らかに回ってるんで、こっちはもうなんかこう V8 っていう感じですね。だ若干作られてる感じしますね。まあまあありますね。この吸気サウンドなのか、はい、スピーカーから補正されてるのかちょっと分かんないですけど、うん、少しだけわざとらしさは感じますけど、はい、V8 モデルに乗ってるんだなってい う, こう喜びはありますね。ありますね。僕は嫌いじゃないです、はい、いいなと思っちゃいます。そしてスポーツクラスにするとやっぱり足が少し硬くなるんで、うん、そうですね、ローダウンしてる分少しこう跳ねる感じありますけど、はい、全然許容範囲内というか、うん、はい、むしろめちゃくちゃ乗り心地がいい。そうですね。静か、うん、ちょコンポート戻します。はい、これ本当ダメ人間になっちゃうっすよダメ人間になっちゃう。ダメ人間になっちゃうってことはまだダメ人間じゃないってことですか。いやもうよりダメ人間になります。快適すぎてやばい。これやばいね。ただ S クーペよりかもやっぱり少し軽やかというかスポーティーな感じがやっぱり強いっすね、うんうんうん、全然確かにそれはありますね。なんか S クーペのこう動きってなんかもうちょっとゆったりしてる動きというか、はい、船まではいかないですけど、そうですね、やっぱりちょっと S クラスを見据えた、うん、なんか本当に S クラスの2ドアって感じじゃないですか、はい、こうやってちょっとまた7と違う。そうですね、確かに本当に6 の, なんかこうさらにグレードアップした感じの、うん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 、これもっと評価されてもいいと思うんですよね、うん、右側からの合流車線があります。なんでですかね。どうなんですかね。許可されてるんですかね、されてないんですかね。されてないような気がしますけど僕は。でもそもそもとしてなんかその日本市場でそのクーペがあんまりこう元気がないというか、うん、ないですね。ですよね、はい、もうそれを言われて結構経ちますね、まあ、SUV とかミニバンとかはやっぱり圧倒的に多いんで、うん、とはいえですよ、とはいえ最近ちょっとずつは盛り返してきてるのかなと。あー、なるほど、はい、もっと評価されてもいいと思うんですよね。いやでもね、難しいと思うんですよ。何が難しいのかっていうと、強敵ライバルなんとなくいないねって昨日沖の撮影でツーチーと話してたじゃないですか、はい、僕あの後もいろいろ考えてて、日本人的には多分 LC がライバルになっちゃうんですよ。だから結構強力ライバルかなみたいな。確かに、はい、LC バッティングするかもしれないですね、はい、だ走り云々だとかいろんなメーカーのスタンスは違えど、スタイリングって考えると LC がライバルかなって今はね。そこはバッティングするかもしれない、うん、はい、ラグジュアリーなクーペでね、 LC がそこそこ頑張って売れてるじゃないですか。確かに、はい、あれは本当現代的な2ドアクーペもしくは 2ドアオープンにしてみたら成功してる部類だって僕は思うので。乗りやすいい感じですか、コーナリング。なんですか。いや、良くも悪くも、はい、もう本当になんかこうドライバーに負担を強いられないんですよ。あ、はい、もう全くもう普通に乗れるというか、うん、はい、特に今コンフォートなんで、うん、はい、確かに。あと走り出すとこの大きさ感じないんですよね、うん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 、いい車ってちっちゃく感じるって言いますけど。そうですね、室内空間はこれだけ取れてて、土方さんの距離もこれだけあるのに、うん、はい、全然そんな感じがしない、うん、はい、で僕毎回言ってると思うんですけど、せめてモニターもうちょっとこっち側に向けてほしいなっていう。あ、そうですね、はい、どうしても BMW って全体的にこうドライバー優先というか、はい、それは分かるんですけど、今時やっぱりこうモニターぐらいはって思っちゃいますよね。確かに、はい、これが若干角度ついてますもん、ね、そうそうそう、一人で乗ってこうギャンギャン飛ばしてサーキット走ってっていう車じゃないじゃないですか。なんでちょっとこうパーソナルクーペとして考えた場合は
パッセンジャーの方のことも少しはかなみたいな、うん、って思っちゃいます。でも今やダッシュボードが、今やダッシュボード全部がモニターになろうとしてるんですよ、うん、そうだよね、はい、EQ シリーズとかもえらいこっちゃになってる。そうですね、はい、確かに。だからもう全体的な方向性としてはもう本当になんかその、なんていうんですか、うん、自動運転がやっぱり、うん、まあ、何年後になるか分かんないですけど、はい、見据えてるから、うん、車の中のその空間のあり方が変わってきてますよね今から、うん、そうですね。一緒にそのドライブを楽しむって言ったら一緒かもしれないですけど、はい、なんかこの運転してる感覚を楽しむんじゃなくて、うん、本当にもっと家に近いような空間になろうと今してる、ね、室内空間ですよ。そうですよ ね、 ね、車の室内っていうよりもね、本当にだってからこのハンズオフになったら家っすよ俺ね。本当だよね。でも足回りもしっかりしてる感じですね、やっぱり剛性感も。いやいや、ボディゴースすごいんですよこれ。うんうんうん。そしてモノグサ土はついにクルゴンオンにしてしまいました。カーボンコアだからね、そりゃそうだよね。いや今の技術すごいっすよ。すごいよね。だ目に見えるなんかその、うん、なんていうんですか、快適装備とかっていうのももちろんそうなんですけど、うん、その目に見えない部分のそのプラットフォームの部分だったりだとか、うん、そこの進化もすごいっすよね。そうだよね、まさしく。だそこって分かりづらいから、うん、ちょっとこの世代一つ二つ前の車乗った時にびっくりしますよね。ああそうだね、こんなに違うの。うん、これもう本当にこれ、うん、あのスラムダンクじゃないですけど、はい、添えるだけじゃないですか、うんうんうん、左手は添えるだけ、うん、いやこれマジダメ人間になっちゃう。いやでも車好きとしては、はい、どうなんだろう、もう一台こう過激な車が欲しくなるというか、うん、でもこれスポーツプラスにすれば、うん、ちゃんとそのスポーツなところもしっかりこう、はい、残ってるという、はい、うわ、うわ、なんか AMG みたいな V8 のサウンドじゃないですか、うんうんうん、なんか近いね、バラバラ言って、うん、この先右カーブです。いやもうシフトダウンしても全然変速ショックゼロっすよ、うん、これはすごい。左側からの合流車線があります。頭もしっかりこう入ってって、うん、いやこれもう誰でももうなんていうんですか、もう快適に乗れちゃうし、はい、全てがちょうどいいです、うん、こうステアリングもしっかりしっとり重いから、うん、飛ばしても全然怖くないし、うん、左側からの合流車線があります。安定感いいですか、タイヤのこう、いやめちゃめちゃいいっすよ、接地感というか、めちゃめちゃいいっす。あそうですか、で四駆の安定感これ半端ないっすね。ああそうだよね、 X ドライブだからね。ただ四駆乗ってる感じはあんましないんですよね、うんうん、なんか前がすごい描いてる感じはしないっす、うん、忘れますだから、はい。いやこれだから時間を買うっていう感覚になってくるのかなっていう、うん、それこそ本当にドイツみたいなアウトバーンだともっとよりこう、うん、ハイエンドな車って車を買うより時間を買うっていう感覚なんですよね、はい、そうですね、右カーブです。だ快適に短時間で目的地に行けるっていう、うん、移動できると。だから前動画でも何回も言ってますけど、はい、ドイツ在住の日本人の方と、うん、はい、あの食事させてもらう機会があって、はい、その時に言ってたんですけど、うん、まあ、レンタカーで、まあ、ポンコツなの借りて、はい、どこそこまで行くと、うん、いや5時間かかるんだよって、うん、僕が乗ってる M5 は3時間で行ける、うん、そういうのって、うん、まあ、もちろんその制限速度がないアウトバーンがあるっていうのもでかいですけど、うん、はい、日本だとその感覚ってないじゃないですか。そうですね、まあ、その公共の交通機関が発達してたりだとか、うんうんうん、まあ、制限速度があるとかっていう違いもありますけども、はい、確かにね、制限速度がドイツに比べれば当然低いので、低いというか、まあ、
限りがあるので、それに比べればね、どうしようがないです、時間かかるのは。どうしても日本だと早く行きたければ新幹線飛行機みたいになっちゃうから。ね、でもそこで鍛えられた車ってやっぱりすげえっすよ。うん、確かにね、ベースが違うからね。圧倒的なこのパワーとブレーキも効くし、うん、まあ、あ、これでもサポート本当にサポート全部やってくれちゃうんで、はい、このステアリングサポートとかもいらないです、うん、いやでもちゃんとオンオフできますからね、はい、いや快適、うん、何の何こう何の不満もない。そうですそうです、不満なし不安なし、いいですね。なんか助手席なんかほんと楽ですよ、座ってて足元広いし、すごい広い足元が。いや贅沢ですよね、だからこの空間を2人で使うって、うん、本当ですね。後ろ座席ついてるけどほぼ使えないじゃないですか。そうですね、 S とか S クーペだとまだ乗れるじゃないですか。まあ、はい確かに。でもそれを犠牲にしてもこのステアリング、あ、スタイリングと、そうですね、この空間、はい、まあ、スタイリングめっちゃいいもんね。めっちゃいいっすよ、ね、あ、どうしてこの流れで今の新しいやつを作ってくれなかったんだっていうまあそこは好みがあると思いますし、まあそうですね、あと多分アップデート、人間アップデートしていけば、はい、はい、結構今ガラッと変えましたもんね。うん、そうですね。いや本当に土方さんにこの間言われて、うん、最近の BMW を斜めの線から縦の線にしたよねって言われて、はい、あ確かにと思って、うんうん、全部なんかバンパーのこのラインとかも、うん、こう曲線とか斜めのライン対応するんじゃなくて、うん、本当にこう水平、うん、垂直のラインが結構増えて、うん、結構こうエクステリアのデザインもコンセプトがもうガラッと変わったというか。そうですね、あとはもうシートポジションですよやっぱり、うん、かっこいいっすもん、まあ、車がかっこいいのはあるっすけど、うん、乗ってうん、ちゃんとその中乗ってる人も合わせてかっこいい車っていいですよね、うんうん、いいです。えっていうのは今ツッチ自分がかっこいいよって言ったんですか今。いや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 、あのごめん、細めてもらえばでも大事だよね、大事、この表からのビジュアルもそうですけど、はい、自分自身もかっこよく乗れてるなって思える車って、信号待ちでガラスのショールームに譲って、うん、いや俺の車かっこいいなって思ってプッて鳴らされてるとこまでがセットなんですよ、うん、早く行けよっつって、はいはい、やっぱり車ってなんかそういう楽しみ方も一つじゃないですか、うん、そうですね、スタイリング、いやいい車、ほんとほんと楽しみ方って人それぞれだしね、何が好きかって何に感動するかも人それぞれでいいし、乗って楽しいもあるし、その見ていいもあるし、そうですね、はい、私はでも数年前までは、はい、見て楽しいとか、はい、置いとくだけでっていう感覚って正直あまりわからなかったんですよ、はい、いや走ってなんぼでしょうなんてずっと思ってたんですけど、はいはい、最近こう、いやでもスタイリングとか見ててこれ今にはあの現代的には作れない形だなとか、ちょっと前の車を見てると、あーなんか持ってるだけでもいいんだなみたいな領域に入りつつありますね最近は。まあ機能もそうですけど、そのサイズ感とかスタイリングっていうのも年々こう変わってっちゃいますからね。はい、そうなんですよ、そバックできないですからね、そこは。そうなんですよ、もうみんな今車大きくなって、うん、みんなこうなんていうんですか、こう凹凸がなくなって、うん、現行レンジなんかもすごいじゃないですか。すごいよね、あれ。だからあの実車見るとびっくりしますよね、うん、はい、え、こんなに凹凸ないの、うん、本当につるんとしてた。あれ写真よりびっくりしますよね。びっくりします。この間僕も実写見たんですけど、こんなつるんとしてるんだっていう。で223も結構つるんとしててびっくりしたんですけど、はい、EQ シリーズのあのつるんと具合やばいっすよ。やばい、うん、全然凹凸がない、うん、と思うんですけど、うん、なんかもうそろそろ、うん、無駄なことに労力を割いてもいいんじゃないかなと僕思うんですよ、うん、わかります、わかります。なんかもうせっかくこうもう EV になるんだったらなるんで、うん、もうその流線型でこうな空気抵抗を突き詰めるんじゃなくて、うん、もう本当に無駄なところ、うん、100% デザインに振りましたみたいな、うんうんうん、空気抵抗悪くなっちゃいましたみたいなけどかっこいいでしょ、はい、
必要ないけどでっかいグリルつけてみましたみたいなね。そこにも行っていいんじゃないかなっていう。そうだよね。もうなんかグリルレスだし、エアダクトもあのエアの取り組み口もね、ブレーキに対する取り組み口もどんどんちっちゃくなっちゃうしっていう、なんかもうちょっとこうアグレッシブな感じの。そうですね、はい、中身はエコだけどみたいな感じで、いろいろそんな、規制とか、うん、法律があるからなかなか難しいですけど。そうですね、燃費とか、うん、その音とかに関しても、うん、ちょっともうちょっと個性が出せる環境があってもいいんじゃないかなって思いますけど。そうですね、最近本当になんか燃費燃費燃費、うんうん、どんどん静かになってって、はい、もうちょっと楽しめる車でもこれが割と残ってると思うんですよね。そうですね、だってこの先になっちゃったら音もしなくなって、うん、演出すらできなくなるわけじゃないですか。そうですね、これしっかり V8 も感じられて、うん、だってメルセデスももう軒並み V8 なくなってってんですよ。はい、あれ次のE63 か、うん、直六説が出てますよね。はい、まあでもなると思いますよ。 C に関しては直四っすよ。はい、いやー、なんかドライブした気がしないんですけど快適すぎて快適だね、快適すぎてもドライブした気がしない、うん、早いし、はい、安定してるし安心だし、だから なんていうんですかね、またこう楽しくって時間を忘れるんじゃなくて、うん、もう快適すぎて、うん、はい、移動したのも忘れるみたいな、うん、そんな土のはい、なんていうの、本音じゃないけど、はい、もうちょっと刺激があってもみたいな。そうですね、はい、で僕だったらもう一台これと、うんうん、まあ、これも大きいんで、うん、少しちっちゃくってもっとアナログな車とか、うん、あったら楽しいなと思いますね、うん、NA でマニュアルでとかあったら ね、 そうですね、いいよね。だこれ少し世代戻って、うんうん、46の M3 マニュアル持ってますよみたいな、はい、いいですね、よくないですかこれと。いいですね、はい、で普段奥さんと出かけるときはこっち乗ってって、うん、はい、一人で乗ったりとか、うん、じゃあ走りたいときは、うん、だからさあれなんだよね、相変わらずさミニのジョン・クーパーとかさ、アバルト595とかって売れ続けてるよね。売れてますね、うん、どっちがメインかは別としてコンパクトなスポーツタイプとちょっと家族で乗れるでもスポーティー寄りのセダンだったりクーペだったりっていう所有される方は増えてますね、うん、最近本当にこうギャップが広がってる気がするんですよね。あ、確かにね、そういう本当にちょっとラグジュアリーで高級な車と、うん、もうちょっと面白い車2台持ってますっていう人が、そうそうですね、なんか1台はおもちゃっぽく、どうす、そうですよね、はい、なんか子供っぽくみたいな、それが昔よりもっと広がってる気がするんですよ。広がってますね。でもその僕はこれ否定してるわけじゃなく、もういい加減ミニバンじゃなくていいんじゃないっていう人たちもね、こうあるじゃないですか。じゃあ実際にミニバンじゃないと困るんですかって、じゃあミニバンなかった人たちってみんな子供3人4人の世代が多いわけじゃないですか。ミニバンできてからの方がね、少子化になって子供1人しかいないとか2人しかいないと、本当ミニバンって必要ですかっていう、便利だけどね、便利だけど突き詰めていくともっと違う方向性もあるんじゃないかなっていう。まさにうちが今4人家族で、はい、子供2人小さいんで、はい、まさにそれドンピシャなんですよ、うんうん、でミニバンって本当に良すぎるんですよね。良すぎるね、荷物も積めるし燃費もいいし、はいはい、人気があるからまあ車種によってはリセールもいいし、うん、でも良すぎるんですけど、うん、なんかもうそれ車としての楽しみは、うん、ちょっと別のところに行ってるなっていう。そうですね、なんか家族で出かけて、はい、その先のその旅行とかが楽しいとか思い出になるとか、うん、はい、ちょっと車もうちょっと主張してよくないですか。そうなんかこうこの車で出かけたどこどこ楽しかったよねっていう感覚じゃ今なくなっちゃってるんですよね、はい、そうですよね、それがちょっと残念だなっていうのもあります。だから子供の時に、うん、そのちょっとミニバンじゃない、うん、なんかちょっとその趣味性の高い車乗ってて、うん、大人になった時に、うん、あんな車乗ってたよねっていう、うんうんうん、そうが言えるような、うん、そうですね。いいな、うん、正直うちの親も、うん、まあ、結構車好きなんですよ、はい、なんですけど、うん、覚えてないですもん、うん、
何を結婚して子供ができてからは、うん、そういう車乗んなくなっちゃったんですよ。ああ、はい。で話には聞くと、うん、まあ、僕が生まれる前だと、うん、まあ、それこそ昔のファストバックのマスタング乗ったりとか、あ、 FC の前か、うん、何でしたっけ、 SA か、うん、あれ乗ってたりとかっていう話は聞いたんですけど、はい、正直子供の頃家の車なんだったかってもう覚えてないですもんね、うんうんうん、なるほど、そうなんですよ、うん、で多分ですけど、うん、なんかちょっとアメ車とか、はい、ロータリーとか、うん、子供の頃にそれで多分家族で出かけたりすれば覚えてたんじゃないかなって思います、うんうん、そうだよね。なんか本当、はい、車車がね単なる移動空間になっちゃってるのがちょっと寂しいよね。まあこれもめちゃくちゃ快適になって移動空間になってますけどね。そう、でもそれでもこのスタイリングだったりだとか、そうですね、V8 だったりだとか、そうしっかり残ってますしね、うん、快適だな、うん、そしてかっこいいな、やっぱりかっこいいですね、はい、ちょっと立候補しようかな、はい、BMW のグリルを横長にすると、はいはい、うん、はい、当主として、うん、絶対 BMW から怒られますね。何？どういうこと？何を言ったの今？ BMW のグリルを横長にしたい党です。あ、したい党ね。はい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 。え？だってちょっとどうなんだろうって思っちゃうんですよね。まあでも最近見慣れてきましたけどね。まあ、はい、見慣れてきましたね。まあ僕も見慣れてきました。横の方がまだしっくりくる自分がいるんですよ。うん、そうだね。で、大昔の BMW って縦なんですよね。まあ基本縦ですよね。ただそのサイズ感がね結構変わってんですよね、はあ、大昔のだから何ですか、古いこう本当にこう、はあ、こういう、はい、こういう車、はい、本当に細いこう、はい、そうグリルで、はい、だんだんそれがちっちゃくなって今度横に広がってって、うん、そうで今度それがでかくなってそうですそうです横に広がったままで今度縦長がぐーってこうなってきた感じのイメージですね。うん、言ったらだって30だってちっちゃいですもんね。なあ全然ちっちゃいですね、はい、それから比べたらでっかい横になってもでっかいんですけど、うん、だから結局昔のモデルでキドニーがちっちゃかったのって両サイドにこう 網っていうかこう横グリルがあったじゃないですか、はいはい、それもなんかキドニーで一つにしちゃおうみたいな感じがなんとなくあってそれが抵抗だったりちょっとなって思う人も多かったりとか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやーちょっと良すぎる、うん、じゃあ最後になりますけれども、うん、実は850撮らせていただいたのは2年ぶりになるんですよ。2年ぶりですか。久しぶりに見たり触ったりさせてもらったわけなんですけど、うん、めっちゃいい音してますね。いいね。そしてあともう一個いいなと思ったのは、うん、やっぱりなんかこう乗ってるこのスタイリングというか、うんうん、わかります？わかります。このシートポジションでこう頭だけこうピョコって出るじゃないですか、うん、BM のこうクーペとかって、うん、あれがやっぱりかっこいいなっていう。確かにね、そういうのあるよね。ありますよね。ラグジュアリークーペというかスポーツクーペというかね。だからこう外で見てかっこいいだけじゃなくて、はい、自分で乗ってて、うん、こうガラスのショールームとかに乗ってるこう自分が映ってるのを見て、うん、あいいなって思える車っていいですよね。いや最高だと思います。というわけで今回は BMWM850iX ドライブをご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。